どうも、わきです。プロスペースやっていきましょう。さあ、というわけで本日新イベントがやってきましたね。というわけで今回は早速こちらのプロスピラビリンスやっていきたいなと思います。はい、というわけでございまして、本日3時から新イベントがやってきましたね。まずはこちらのお知らせを確認していきましょう。はい、本日3時より新イベントを開催していますと、5つの難易度のラビリンスを探索して、最も深い部分にいるボスを倒してクリアを目指すイベントですと。で、各難易度の、到達階に応じて報酬が獲得できますと。難易度激ヤバのラビリンスのボスを撃破すると S ランク契約書が獲得できますと。またラビリンスの探索中に落ちている宝箱を開けると S ランク確率 30% 契約書や A ランク契約書などの報酬が獲得できることもということで、ちょっとここだけ読んでもよくわからないなという感じはありますね。はい、遊び方としては、ヒットポイントに注意しながらラビリンスを探索しようと。はい、探索コストを消費してラビリンスを探索するよと。5つの難易度がありまして、最初は弱いしか探索できませんが、解放条件を満たすと他の難易度に挑戦できますと。はい、でラビリンスには敵や罠など危険がいっぱいあるよと。ヒットポイントが0になるとゲームオーバーになるので気をつけましょうというところですね。ただエナジーを使用するとコンティニューができるみたいですと。はい、で敵と遭遇するとプロスピバトルが開始されますと。野手操作、打撃の結果によってゴースマサワ調子くんのヒットポイントが変動しますと。はい、アイテムもうまく利用しようと。アイテムも出てくるんですね。はい、バットゴーストに与えるダメージを上げると。カステラ調子くんのレベルアップアイテム、調子くんのレベルもどうやらあるみたいということで、これはちょっとお知らせを読んでもイメージしにくい部分があるので、早速ねやっていきたいなと思います。ちなみにパワープロにもこんなイベントがあったので、それに近いのかななんていうところもありますね。おー、なんかゲームっぽいこの画像ですね。はい、報酬一覧というところを見ますと、30コインと、弱いクリアで7月12日に解放、13、14、15ということで、1日ずつ進んでいくというところでしょうか。はい、ただ S ランク契約書くれると書いてあったので、そういうところでは非常にいいのかなというところですね。はい、なかなか報酬もいいと思いますので、しっかりとねやっていこうというところだと思います。では早速やっていきたいと思います。メンバーはこれでいいかな。ビシェード選手非常に打ちやすいと個人的に考えていますし、白熱も、いい特殊能力と、小笠原選手ミートめちゃめちゃ高くて、柳田選手のアーティストというところで、この3人でね行こうと思います。もう簡単に言うとドラクエチックなこのなんか感じがしますね。はい、行きましょう。めちゃめちゃドラクエですね。ちょっとアプリを間違えたのかなと。おお、ちょっと待てよ、わかんない。ちょっとわからないぞ。おお、なんかゴーストいるよと。これは戦った方がいいんすよね、多分。宝箱もいるんですが、戦ってみましょう。さあ、ちょっと僕実況中にゲーム音を聞いてないんですが、どんな効果音が流れているのかというところが非常にね気になるところでございますと。はい、いいですね、ビシェード選手いいですね。おっと、普通にセカンドゴロ打っちゃった。あ、二塁だ。さあ、ということで、こちらのヒットポイントは、減らずに相手のヒットポイントを減らすことに成功しましたというところですね。はい、続いていきましょう。で、バット獲得ということで、ロックオンレベルアップ、ロックオンなんてしてくれるの、いいですね。はい、与えるダメージも増えると。いや、なんかこれをやるとドラクエ本当やりたくなりますね。昔僕ガイラルディアっていう、ドラクエみたいなアプリをね、ガラケー時代にすごいやってたんですけど、ガイラルディアやりたくなるな、これ。さあ、行きましょう。そうですね、ここまでやってちょっとあるかなと思った攻略ポイントに関しては、おお、早速勝利と。はい、ランナーがいない状況でのおそらく対戦になると思うので、特殊能力のことを考えると、チャンス持ってる選手よりはチャンス持ってない選手の方が特殊能力的には美味しいのかなというところですね。やっぱりさっきのビシエド選手みたいに、しっかりとですね特殊能力3つ、発動するような選手になっていると、非常にいいんじゃないかなと。
というふうに思いますので、はい、まあ、ぜひぜひ、そのような選手を選んであげるといいんじゃないかなと思います。え、なるほど、罠あるって書いてあったな。そういえば、まあ、一つ一つ覚えていきましょう。まああえてね、引っかかるというのも反面教師として動画としてはいいかなというところでございます。はい、いいですね。こういう選手を、特殊能力上がってる選手使うと、まあ、非常に打ちやすいよというところでございます。 OK、 続いてこれが与えるダメージ 20% アップと、アレトというところで、こっちの方がいいんじゃないかな、これは。で、これ仲間をちょっと確認したいんだが、確認できないと。アイテム、ビシエド選手についてるわけではないんですね。はい、おー、いいね、めちゃめちゃドラクエっぽいですね。ということで、とりあえず全部移動するのに、どうやらスタミナはかかってないみたいですね。これマップ見ればどこまで移動したかというのがおそらくわかると思いますので、はい、マップも見ながらやっていきましょうと。めっちゃドラクエだな。もうロックオンバットっていうのはいいかもしれないですね。非常に打ちやすいです。はい、これ最初の方見つけられるとかなり早くね、進んでいくんじゃないかなというところですね。二塁打で、しかもあれと。お、これ、さらにいいぞ。さらになんかいいバットになりましたと。こっちにしましょう。中弾道の選手。まあ、最近出てきた中弾道強い選手というと、まあ、鳥谷選手とかね、そういった選手、使う場合には今のなんかね、いいんじゃないかなというところですね。久々に僕、その鳥谷選手を手に入れて中弾道の選手を使ったんですが、まあ、鳥谷選手は全然打ちやすいなっていう感じでございます。はい、これでマップ制覇しましたと。で、こうやって回をどんどん進めていくっていう感じになるみたいですね。で、続いて小笠原選手になりますよと。なるほど、こんな感じでどうやら進んでいくみたいですね。はい、ということで、今上に移ってるやつはダメージが与えられるので、踏まないようにしましょうということは分かりましたよと。ただなんか今後進んでいく上で、それを踏んだら宝箱に到達するみたいなこともなんかありそうだなと思いますね。はい、さあ行きましょう。まあホームランがやっぱり一番いいので、アーティストおすすめですね。筒香選手、吉田選手なんか、先日のガチャで登場して手に入れたよっていう方はぜひともね、使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ロックオンは個人的にいらないので、与えるダメージ上がるこちらの方を使っていこうかなと思います。 OK、 ちょっとこのマップが見えないのがね、あれなところではありますが、まあ敵もそうですよね、アイテムくれるのでどんどん戦っていった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですが、探索コストは180分で1回回復するよというところみたいです。おー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 、いいですね。 200% アップするともう二塁打で一発で仕留めることができるので、非常にいいんじゃないかなというところですね。はい、でカステラ獲得で、調子くんのレベルなんかも上がっていくよと。ヒットポイントが100上がりましたと。なるほど、だからもうしっかり、本当にこれロールプレイングゲームですね。しっかりと、敵とは対戦して、レベルを、調子くんのレベルを上げながら、まあボスに備えていくと。まあ今日はね、おそらく簡単だと思うんですが、まあ今後ね、強い敵が出てきた時に備えていくということが非常に大切になってくるかなというところでございました。で、ボールでも相手に、ダメージを与えることができるということが今判明しましたと。OK。さあ、ということで、これ何回まであるのかな？何階層なのかなというところで、まあ大体のことが分かったのと、まあ攻略ポイントとしては、まあ、同じ能力で、あればチャンスを持ってない選手の方がおそらく今回のイベントに関しては使えるんじゃないかなというふうに個人的には思いましたね。はい、なのでぜひとも、もう全くミートパワーが同じであればチャンス以外の特殊能力を持っている選手の方が活躍できるというところを1点攻略ポイントとして、今回は残しておきたいなといったふうに思いますと、いうところですね。
まあまあまあ非常に楽しく RPG っぽく進めながらですね、 S ランク契約書をもらえるイベントになっているみたいなので、しっかりと頑張っていきましょうというところでございました。ということで、まあこの回ぐらいを制覇して次の回に行って、今回は終わりにしようかなというところですね。はい、まあこれは与えるダメージが高い方を取っていきましょうというところです。結構ストック経験値入るみたいですね。いいですね。はい、ストック経験値は結構もらえると嬉しいものなので非常に悪くないかなと思います。はい、周りの雰囲気が変わった。どういうこと、どういうこと、周りの雰囲気が変わった。だってなんかあるのかな。なんもないですね。さあ、この周りの雰囲気が変わったっていうのは一体何なんでしょうっていうのが非常に気になるところなんですが、これはなんか変な敵が出てきたり。なるほど、動き回ったらこんなことにもなるのかな。そういうことなのかな。ちょっと戦ってみましょうか。うわ、 S ランクになってるし、810、しかもリアルスピード。あ、ファールは OKOK、 ヒットポイント的には減らないんですね。急にめっちゃ強くなった。 S ランク特殊能力も発動してヒットポイントもめっちゃ上がるけど、ストレートしか投げてこないっぽい。だったらまだいける。これが最終日とかになってくるとチェンジアップとか混ぜてくるんだろうな、いいコースに。今はね、もうこのストレート1本なので、まあ、大丈夫というところではありますが、ちょっとこれは最終日あたり非常に怖いなというふうに感じますね。はい、おりゃー、入った。よし、ただこれいいんじゃないですか。こうやって戦っていけば初日のうちにレベルをね、調子くんのレベルを上げておけば最終日に備えることができると思いますので、まあこんな感じで歩き回ってっていうのもありなのかななんて思ったんですが、レベルが上がってるかどうかちょっとわからないラインではあるぞ。これ経験値みたいなものがどこにあるんだろうかというのはあるんですが、まあそんなところでしたね。ということで、まあこんな感じのイベントです。はい、ぜひ特殊能力ね、そんなところも意識しながらやってみるといいんじゃないかなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。